はい、通勤の自由な時間へようこそ。さあ、今回はですね、ホットトイズから日本でもアントマン&ワスプ、クアントマニアからワスプとアントマンの予約が解禁になりましたということで、詳しく見ていくんですけど、来年の2024年の7月頃発売で、2体とも 43,200円。まあ思ってた予想よりもだいぶ安い価格帯ですね。で、このアントマン&ワスプのね、ホットトイズ、クアントマニアの画像がね、かっこいいね。やっぱりワスプの方先に見てますけど、ちっちゃくなったアントマンもつくし、何よりね、今後キャシーの情報も多分出るから、あー、いいねこういう感じのエフェクトもいいね。いやね、やっぱね、顔の造形がすげえ似てんだわ。いやー、熱いね。アントマン好きにはたまらないんじゃない？ちっちゃいやつもさ、すげえクオリティが高い。ネットカーメイドこのさ、顔も素顔もさ、なかなかだよね。で、ほら、アントマンとワスプにはこのちっちゃいやつがつくんですよ。で、ってことはキャシーも出るから揃えてねって感じですよね。これね、画像を見る限り。んなもんで、これももう全部の今後のホットトイズにはもうやっぱりつくね、瞳の稼働が。熱いなぁ。で、ワスプの方にこのちっちゃいアントマンがつくと。いやらしいねー。いやー、で、こんな感じですと。で、次。はい、アントマンですよ。もうね、アントマンのね、造形が、あー、やっぱり、フィギュアの支える支柱が変わってるね。旧型になってんじゃない？なんか昔はこういうような支柱だったっぽいけど、今回のもこれが復活するのかな？で、デザインがやっぱりね、アントマンもワスプもね、一新されてて、そこがまたね、まあ初期のねスーツとかの面影は残ってるけど、アントマンからエンドゲームまでのねスーツを見ていくと、全然そこまで大まかな変更はないけど、やっぱり色合いとかさ、その付属してる機械とかもさ、やっぱりところどころ進化はしてってるよね。アントマンもかっこいいね。で、ほら、ここにキャシーのね、アントマンも出るから、まあアントマンって言っていいのか、まあホットトイズが出るか楽しみですね。これも映画でね、映画がね一番楽しみだよ。アベンジャーズへと続いていく、てかもうこれアベンジャーズに繋がっていく作品だからの第一作でしょ。いやー、予告編からも感じる緊張感ですよ。来週だね、来週公開が楽しみ。2月の17日。いやー、これはで、今回なんかテレビ版のパンフレットつくのかな、どうなんだろう。あー、こういうこともできますよと、いいですね。で、アントマンの方にはワスプがいう形ですね。で、これもアントマンもスコットも瞳が移動しますよと、稼働か、楽しみですね、このホットトイズは。で、何分キャシーもクアントマニアに出てくるボスもホットトイズ化されるから、いやー、これは楽しみですね。こうやって新作の情報が出次第こうやって動画に出すので、ぜひぜひ見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもゲーム実況をしているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。では、最後までご視聴ありがとうございました。